お待たせいたしました。第11レースの出走馬と騎手および馬体重とその増減をご紹介いたします。1番原発レオニガス509キロプラス2キロ赤岡修理56キロ。2番グレートヒエン447キロマイナス1キロ長森太一54キロ。3番グリーリー460キロマイナス4キロ佐原秀也56キロ。4番ブランドコヌール495キロマイナス2キロ山崎正義56キロ。5番ヘキプー562キロマイナス3キロ中央吉村誠之助53キロ。6番西野金東雲472キロマイナス2キロ宮川稔56キロ。7番グラディアスブー449キロマイナス2キロ林健介56キロ。8番グリーンイチシチ491キロプラス3キロ多田良誠也56キロ。9番ヒロブレイブ488キロマイナス3キロ岡村拓也56キロ。10番プリーチトヤーン505キロプラス6キロ井上栄太54キロ。以上10頭当てをもちまして第11レース特別競争三塁特別サラ系 B 選抜馬距離1300メーターレースを行います。14勝目になりました。4番グランドボリュームが2から
番、6番西脇跡馬が優勢で、外が3番グリーン、内側が7番グランドレスについています。グランドグリーン1対11競争3レートです。獲得の6番が中央の今、スタートしました。3番グリーンにスタートしました。グリーンフィッシュエアの方向、グランドレスグリーンの方向グループになりました。内から2番グレードヒアです。グリーンに並んでいます。ここから10番、スタンスターが上がっていく。4番のグランドブルールを上がって低い、3番、1番、ゲンパチが海です。西のヒットの中段、8番の、フリッチシーが続いて、本格フリッチシーとグラテスグラス、3番のフリッチシーが2番に上がっています。先手は2番のグレードヒア、7番に対して1番シングライのリード。2番手が3番のグリーリーです。3番手に4番のグランドブルールをつけて、1番の2人向上に上げ、1日から2日のゲンパチの海ですが、動いていって5番に低い、あれが10番のフリッチシーです。その後、リガシンサル6番、西の均等の時は広げている。後方に7番、グラテスグ、最後の8番、グレッチシティが600を切りました。最後、中半に向かって、2番のグレートヒアが先頭、1馬身半ぐらいのリード。2番手手段は3頭1段となった、3番グリーリー、4番グランドブヌール、内が1番のゲンパチを読み出す400切りました。その後は西の均等の差を詰めてきて、その外が5番の壁空、第4コーナーのカー。先頭は2番のグレートヒアです、2馬身ぐらいのリード。2番手集団のグリーリー、グランドブルール、内根が1番、原発が読み出し、直線コースに向いて残り200を切りました。グレートヒアに投げている、内から4番、グランドブルールが迫ってきた。3番手は3番、グ